はい、5月のね、田植えが終わったばかりの田んぼです。もうね、すでに生き物もね、観察してみるとたくさんいましたんでね、それをね、見てみたいと思います。オタマジャクシもね、たくさん泳いでますね。はい、見えますかね、ちっちゃいの、生まれたてですよ、もうほんと。これとか、ほら、これここにちょっと合わせて、動かすよ、ちょっと待ってな、うん、ここにいますよ、うんうん、動かしますよ、はい、これ、動いたね、動いた動いた、あ、こっち行っちゃった。じゃあちょっと別の、ここにもいますよ、ちょっと待ってな、はい、じっとしてるけど、ほら動いた、ほんとだ、ちっちゃいね、うん、じゃあちょっとズームでアップしてもらいましょう、お母さん、どれいいかな、これいいか、これか、これだ、うん、ね、これね、これか、アメンボ、こうやって見ると入れるね、なんかミジンコみたいなのもたくさん泳いでるし、ヒルはいるしね、ヒル取ったんだっけ、うん、母さん取ってない、アメンボも言いますよ、アメンボね、アメンボ取った、アメンボ取った、うん、ヒルはね、スーッと泳いでんだよね、ちょっとほら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 、あー、いるいるいる、これね、いたいたいた、見えますか、線が入ってる、うん、あんまりピーってやっちゃうとさ、土が回っちゃうからね、あれですけど、これほら、いた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 、これ泳ぐんだよね、ヒューってね、うんうん、今私がツンツンしてほら、泳いで、あー、伸び縮みしてるね、だね、うん、これね、隠れたね、うん、ああ、また動いた、ね、動いた動いた、本当だ、うん、あれ、背中に黄色い線、白っぽい線が入ってるね、そうそうそう、てる種類違うのかな、入ってないやつもいたけど、ね、見えないだけかもしれないね、うん、ちょっとわかんない ね、アップで撮ってるから比較するものがないけど、これなんだ、その辺ミジンコみたいな、ちょっと撮影して、どれこれ、おー、ちょっと待ってな、これなんだ、これなんか今、うねうねって動いてたぞ、これ。ちょっと気になるね。ちょっと撮ってみますよ。うん、撮れた？うん、撮れた。あ、これスネイルか。あ、スネイルっぽいね。あ、巻き貝だね。うん。うん、かわいいなぁ。カワニナの可能性もありそうだけど、はい、こちらの巻貝ですね、モノアラ貝とサカマキ貝のどちらかだと思うんですけれども、こうやって見ると左巻きだね、こうだからね、右巻きじゃ、左右巻きじゃなくて左巻きだね、左巻きだからどっちだ、坂巻貝の方だな、はい、坂巻だね、逆ってことでな、はい、坂巻貝だと思いますね、田んぼにいました、ガムシとかかな、うん、ゲンゴロウとはちょっと違いますよね、うんうん、足の形とかね、甲虫ですね、水生昆虫です、なんかマツモムシみたいに裏側が銀色ですね、ちらりと見えると、マツモムシはね、背中が銀色ですけれども、これはね、下側がね、銀色ですね、ということで空気の層をね、おそらくまとっていて、反射して銀色に光った、うん、ほら光ったね、ちょうど今光ったね、うん、はい、じゃあこっちから見てみるか、ちょっと曇っちゃっててうまく映るかな、はい、母さんどうだ、うん、映ってる、映ってるね、キラキラしてますね、はい、空気の層をまとってるということで、お腹の方にまとってるようですね、じゃあこれ逃がしますよ、じゃあここ泳ぎいいところに逃がしますんで、母さんちょっと映してて、はい、行きますよ、やべ、煽ってた、うん、ほら
あ、いたいたいた、いたね、これね、うん、いた、よいしょ、うん、ほらやっぱ水生昆虫だよね、うん、カナブンじゃ荒野はね水の中で泳がないけど、うん、こいつはね足もちょっとシャワシャワっと毛が少し生えてたね、だな、うんうん、こういう草ですよね、うん、アメンボちゃんもいるしおたまちゃんね、うん、おたまじゃくしとあと巻き貝がねいっぱいだね、うん、うん、これね、うん、やっぱりここにもね多くの巻き貝がね繁殖力強いんだね巻き貝ね、うん、うん、おマツモムシもね、いますね。マツモムシもね、もう飛んで入ってくるんだろうかね。うん、あと巻き貝とかね。いっぱいいますね。マツモムシね。本当だ、本当だ。結構、おな。背中の方がね、空気の層をまとって、銀色に光ってますね。お腹はまとってないのかな。これは背中ですよね。さっきのガムシみたいなのはお腹の方が銀色に光ってましたね。空気の層をまとって。反対に泳いでるのか、うん。そっかそっか。こっちはお腹ですよね。うん、足あるからね。うん。本当だ。松本虫いつも反対になるのね。そうだよね。反対になってるのもね。うん、そっかそっか。だから背中がね、銀色に光ってますね。松本虫はね。さっきのガムシみたいなやつは、さっきのはね、お腹が、光ってましたよね、うん、面白いですね、面白いね、うん、背泳ぎするんだねこれ、泳いでって、うん、見てる見てる、あ、ちょっと光ってるの見えたね、ちょっと光ってるの見えたね、はい、行ったか、うん、いいよ、はい、でもよサイドしか光ってないぞ、うんうん、なんかいた、なんかいろいろいますよ、いろいろね、例えばね、例えばなんかいるの、うん、あれ、あ、ほらこれ、うん、これですよ、これ、これなんかヘビトンボみたいな感じだけど、これ田んぼにヘビトンボっているのかな、え、あれなんか綺麗な流れのとこだよね、うん、としたらね、ちょっと見てみますよ、ちょっと水少なくしてみますね、撮影しやすいように水を少なくしてと、こんなのがいましたよ、なんだろうね、なんか歯みたいなの持ってるのか、ハサミみたいなの持ってるよね、うん、ホタル、ホタルの幼虫か、これが噂に聞く、でも黒いんだよね、ホタルの幼虫って、うん、ただもうちょっと大きくなったら黒くなるのかな、うん、ちょっとこれ要調べる、そうだね、要調査ですねこれね、うん、本当だ、はい、ということでね、田んぼで、何の生き物がね今いるのかちょっと調べてみました、まだね生き物たちどれもこれも小さいですけど、これがね少しずつね大きくなって、まあ、カエルになったりガムシとかもね大きくなってまだね、飛び立ったりするのかもしれませんね、まだ水入れて2週間ぐらいだからね、そう、それなのにねもうこんなにね生き物がいるということでね、いろんな生き物がね水とともにね、水を張ることによって飛んできたり、水からね入り込んできたりしてるのかもしれませんね、はい、ではこの動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします、ご視聴ありがとうございました、さようなら。